うちの会社は結構ブラックで、絆を深めるためなのか精神修行なのか知らないけど、毎年新入社員に山登りとかキャンプとかさせてる。今年はお寺で修行。いつもは社長ともう一人が引率するんだけど、今年は社長が直前に行けなくなって俺だけで引率することになった。新入3人 ABC を連れてお世話になるお寺に行くと、住職と小坊主の S さんと O さんが出迎えてくれた。住職は常に笑みを絶やさず、とても優しそうな人だ。毎朝4時半に起きて、掃除して座禅して度胸してという感じで3日間ここでお世話になる。1日目の夜に新人2人の叫び声が聞こえた。どうしたんだろうと思い声の方へ行くと、お寺の敷地にある井戸を覗き込んでいる。何があったのか聞くと、二人で井戸を覗き込んでいたら、急に横から女の子が井戸へ落ちていったという。なんで女の子がいるんだとは思ったが、急いで S さんに事情を話し井戸へ戻った。A。覗く前は周りに誰もいなかったのに、本当に急に落ちていったんです。早くしないと溺れて死んでしまいますよ。S さん。この井戸に水はありませんよ。ずっと前に横穴を閉じていますから。それに、井戸は鉄板で閉じていたはずですが。A。いや、開いてたんですよ。それにドボーンって水の音も聞きましたよ。なあ、聞いたよな。B。うん、絶対落ちました。早く引き上げましょう。とりあえず水があるのか汲んでみることにしたが、やはり水はない。そうこうしていると住職がやってきた。今までのことを話すと、住職の顔が一瞬引きつったように見えた。住職。こんな夜更けに子供が一人でこのような場所にいるわけがありません。皆さん本堂へ来てください。度胸をいたしましょう。井戸はきちんと閉めておいてください。A、B はもちろん、その場にいなかった C もかなりビビってた。正直言って俺もビビってた。社長に電話をして事情を話し、中止した方がいいかもしれないと提案したが、そういうことを乗り越えてこそアーダコーダで取り合ってくれなかった。2日目の夜、就寝前に一服しておこうと外の喫煙所に行った。喫煙所はあの井戸のすぐそばにある。井戸の方を見ると、鉄板がどけてあった。あれと思って井戸の方へ行き、なんとなく覗いてみると、急に女の子が落ちていった。水の音も聞こえた。ちょうど A が一服しにやってきて、どうしたんですと聞いてくる。俺も見ちゃったよ。確かに女の子が落ちていったわ。やばいな、ここ。 AH さん、俺のこともう見たんですか。やばいっすよ、ここ。帰りましょうよ。俺。いやー、俺も帰りたいけどさ。まあ、あと1日だから我慢しよう。というか、もう行こうぜ。その場を去ろうとすると、住職がやってきた。住職。何をやっているんです。危ないから鉄板をどかしてはいけませんよ。俺。どかされてたんですよ。住職さん、俺も見ちゃいましたよ。昔ここで何かあったんですか。住職。何もありませんよ。あなた方が疲れているのかもしれませんね。本堂で度胸をいたしましょう。井戸は閉めておいてください。あと一日我慢すれば帰れる。
俺は極力あの井戸のところへ行かないようにして何事もなく一日が過ぎた。就寝前に一服をしようと思ったが、昨日のことが頭にあり、一人ではちょっと生きにくい。A もタバコを吸うが、俺が行く前に一人で一服しに行ってしまったという。情けないが一人ではちょっと行けないので我慢することにした。深夜に目が覚めて就寝前の一服をしなかった俺は、どうしても一服したくなった。どうしようか悩んでいると、隣で寝ていた A が起きている感じだった。俺。A、起きてるか？ A。はい、起きてます。というか、タバコ吸いたいっす。俺。お前も、俺も吸いたいんだよ。寝る前に一服しなかったからさ。ちょっと行くか。A。行きます？こんな時間にあそこ行って大丈夫ですかね？俺。怖いって意味？それとも怒られるって意味？ A。怖いって意味っすよ。でも二人なら大丈夫ですかね？俺。俺も怖いけどな。行くか。深夜2時過ぎ、俺と A は忍び足で喫煙所に向かった。ちらっと井戸の方を見たが、井戸は閉まっている。ああ、よかったと思いタバコを吸っていると、足音が聞こえた。スタ、スタ、スタ、スタ。だんだん近づいてくる。暗闇の中でうっすらと足音の主が見えてきた。足音の主は、住職だった。やばいかなと思い、すいません、どうしても一服したくて、と言い訳をしたが、それを無視して住職は井戸の方へ向かっていった。何をするんだろうと見ていると、井戸の鉄板をどかし、俺たちには何も言わずに帰っていった。どういうことだ。鉄板をどかしていたのは住職だった。でも今の住職は明らかにおかしい。俺と A が住職の方から井戸へ視線を移すと、井戸を覗き込んでいる女の子がいる。あの女の子だ。その後ろに坊主がいて、女の子をニコニコと笑いながら見ている。すると次の瞬間、坊主が女の子を井戸へ突き落とした。俺たちは井戸を覗き込んでいたから気がつかなかったが、女の子は落ちたのではなく、突き落とされたのだ。坊主は女の子を突き落としてニタッと嬉しそうに笑顔を浮かべている。どこかで見た笑顔だ。俺にはその坊主が住職に見えた。住職よりも若いが住職に見える。坊主は笑顔のまますっと消えた。すると、すぐにまた女の子と坊主が現れて、さっきと同じことが繰り返された。動画のリピートのように何度も何度も女の子は坊主に突き落とされ、坊主は嬉しそうに笑う。俺と A は呆然とそれを見ていた。金縛りに遭っていたわけではないが、動けなかった。あの時の心境を言葉にするのは難しい。ただその光景を見続けた。何度繰り返されたかわからないが、いつの間にか女の子と坊主は現れなくなった。俺と A は何も喋らずに呆然と立っていた。が、おはようございますという B と C の声で我に返った。顔を見合わせ、とっくに燃え尽きたタバコの吸い殻を捨てて新しいタバコに火をつけた。
何を話していいのかわからず、ただ黙ってタバコを吸った。そこに S さんがやってきた。 S さん、こんなところで固まっていないで掃除をしてください。俺、 S さん、昔ここで何かありました？本当のことを教えてくださいよ。 S さん、また何か見たんですか？私はわかりませんね。まだここに来て3年ですから。王さんなら何か知ってるかもしれませんけど。俺と A は食事の後、王さんに聞いてみることにした。王さん、井戸で何か見たらしいですね。私はここに来て10年以上になりますが、特に何もありませんよ。ただ一つだけ妙なことがありましたが、これは話してもいいものかどうか。まあ内緒話ということでお願いします。実は前にも井戸の鉄板が開いていたことがあったんですよ。私は開けた覚えはないのですが、住職に叱られましてね。でもまたいつの間にか鉄板がどかされているんです。住職に見つかったらまた叱られますので、すぐに閉めていたんですが、ある日見てしまったんですよ。住職が井戸の鉄板をどかしているのを。声をかけても無視されてしまいましてね。異様な雰囲気でしたよ。それからしばらく井戸の鉄板がどかされることはなかったんですが、 S が来てからまた何回かどかされてたことがありましてね。まあ私が見つけたらすぐに閉めていたんで、 S は気がつかなかったと思いますが。 A、 井戸で何か見ませんでした？王さん、何も見ていませんね。私は霊感がないのか、生まれて以来一度も幽霊を見たことがないんですよ。俺、住職には鉄板をどかしたことについて聞いたんですか？王さん、いや聞けませんでしたね。住職が何を意図してそのようなことをしているのか知りませんが。俺、意図してというより取り憑かれてるんじゃないですかね。大丈夫なんですか？王さん、住職に限ってそのようなことはないと思いますが、あなた方は何を見たんです？俺と A は顔を見合わせて言うべきかどうか考えた。 A、 いや、女の子が井戸へ落ちるのを見たんですよ。 H さんも、あと B も見たんですよ。まあそれだけなんですけど。 O さん、そうですか。でも今までも特に何もありませんでしたし、大丈夫ですよ。もう詮索するのはやめよう、そう思った。今日ここから帰れるんだからもういい。その日の正午過ぎに寺を後にすることにした。住職が笑顔で見送ってくれる。ここに来た時に見た笑顔と同じ笑顔のはずなのに、住職の顔を直視できなかった。お礼を言い、寺の門から一歩外に出ると、急に住職が狂ったように笑い出した。しばらくすると急に笑うのをやめて子供のように泣き出した。
異常な状況に B と C は逃げた。 S さんと O さんが必死に住職に呼びかけるがどうにもならない。俺は心配になり、住職の方へ一歩踏み出すと、住職は泣くのをやめてニターッと嬉しそうに笑った。俺と A もその場から逃げ出した。普通の生活に戻ってから A は妙な使命感に駆られて、あの寺についていろいろ調べている。俺も一緒に調べるようにとしつこく言ってくる。 A、 H さんも一緒に調べましょうよ。いいんすか、このままで。あの女の子がかわいそうですよ。俺、あれは何なんだよ、最後の住職は。 A、 あれはあの女の子なりに俺たちを引き戻そうとしてやったのかもしれませんし、 H さん気がつかなかったと思いますけど、井戸であの光景を見てるときに、横であの女の子がずっと H さんのことを見てたんすよ。全く気がつかなかった。何とも言えないが、もしかしたら A の言う通りかもしれない。あの女の子は気がついてくれない S さんと O さんを諦めて、俺たちに助けを求めた。そういうことなのかもしれない。何かしてやりたいと思う気持ちはあるが、俺には無理だ。正直言って何度も見たあの女の子の顔や服装はあまり覚えていないが、あの坊主の笑顔は忘れられない。女の子を突き落とした後のあの嬉しそうな笑顔、今でも不意に思い出されて一人でいられなくなる。俺には無理だ。申し訳ないが、これ以上は関わり合いたくない。